右に倒しましょう。肩こり予防です。痛みを感じない範囲で首横を伸ばしましょう。もう一度反対へ倒します。お腹を覗き込むように、痛みを感じない範囲で首裏を伸ばしましょう。ゆっくり目線を元の位置へ。もう一度首裏を伸ばして、ゆっくり元の位置へ戻しましょう。屈伸を2回です。腰をゆっくりと右ねじります。痛みを感じない範囲でひねりましょう。反対へ。息を吐きながら少し深くひねります。腰痛予防の効果があります。肩を丸めましょう。猫背になります。胸を張ります。肩甲骨周囲の筋肉を伸ばし、疲労を回復します。ゆっくりと肩を丸めて胸を張りましょう。屈伸を2回です。足を出して足首を回しましょう。膝の痛み、足の疲労回復に効果があります。反対の足首を回しましょう。足を広げましょう。お尻を下と上です。座っている方は足を持ち上げましょう。今度は下に下げたら、少しそのままキープしましょう。足腰が強くなります。屈伸を2回です。かかとを出します。股関節の柔軟性を高めます。交互に繰り返しましょう。次は右手をつけます。バランスをしっかりと取っていきましょう。次は両手をつけます。少し胸を張って、その手を伸ばします。指先をしっかりと遠くに伸ばしましょう。屈伸を2回です。横歩きです。右に移動します。これも股関節を柔らかくします。繰り返します。手をつけていきます。すっと横へ。肩のストレッチと猫背予防です。その動きを両手に変えてみましょう。肩を動かし、しっかり足を広げて、今までで一番大きく広げていきます。もう一度繰り返します。屈伸を2回です。ウォーキングです。元気よく歩きましょう。しっかり背筋を伸ばして、少しずつ足を広げて足踏みをしましょう。手を下から上にイチゴを食べるように、そのまま拳を握って歩きましょう。さっきよりも元気よく足を持ち上げましょう。手を大きく広げてイチゴの形を描きましょう。最後に屈伸をしながら呼吸を整えましょう。